ザッと氷クラッシュの名手第4弾。第4弾はね、まあ結構まだあるんだけど、あとね、22種。で、コンプできるかな？いや、問題はね、45番なんだよね。45番のシークレット。こいつが来てくれるかどうかに今回の戦いは、うん、かかってる。こいつ。多分ね、シークレットが来たら、他は簡単にゲットできると思うんだよね。こんだけあるから、絶対に他のは揃うと思う。だからね、こいつをまず一番最初にゲットして、残りをね、悠々と上げていこうぜ。よっしゃー。あと、チンタロウもさ、ゲットしてないから、チンタロウこいつ。かわいいよね。ぜひともゲットしたいな、チンタロウ。こいつマジフォルムすげーかわいくない？よっしゃー、ゲットして、ファイルするぞ、残りも全部ね、ファイル。したる。よっしゃー。いきます。持ってないよ。一発目からね、シークレットが来てほしいんだよな。シークレットいくらっしゅー。ちょきりちょきりちょきりだっしゅー。いきます。スポリー。持ってないの来い。持ってねえ。一発目から持ってないの来た。やったぜ。船七だって。船、うわー、あ、待って、船七、ちょっと待ってね。船七はね、持ってないはず。ほら、やった。船七持ってない。なんか似たようなやつ見たことあるけど、持ってないよ、俺。兄弟たちの中で、一番堅実な梨。ほう。趣味は梨を貯蔵庫に貯めること。これを梨養成会では、貯梨と呼び、ははは、貯梨。貯梨通帳で管理している。あー、こいつ高そう。ネジ工場。お、ネジ工場で働いてんの、こいつ。船七、7番目の兄弟。ほうほう。さ、あ、よっちゃん持ってるね。夏いだ、よっちゃん。久しぶりにいた、よっちゃん。ザン。高えわ。なかなか高えじゃないか。よっちゃんは持ってますと。あ、よっちゃん持ってない。スペイッシー。スペイッシー言いにくい。169番目の兄弟。ふなっしー派のワクワクプロデューサー。ワクワクプロデューサー。将来はとにかくビッグになるのが夢。どの分野でビッグになるかはまだ決めかねている。え、宇宙飛行士とかじゃないんだ。お前、飛行士とかじゃないんだね。へー、兄弟か。やった、船しか。こいつ高いっしょ絶対。うーわ、マジで20兆。高え。20兆。お、一生買えない。もう一生、これ確実一生買えない。くっそ、一生買えねえ。高えやつ来たぞ。いや、でもさ、スペーシーに船し、あ、チェックつけながらやってっか。7番目の兄弟なんだから、カードの番号もさ、7にすりゃいいのに、なぜか船頃。ははなぜか7、船頃8番なんだね。ほうほうほう。で、スペイシー、スペイシー、やったー、これ。いいね、出だし、いいよ、出だしいいよ、最強最強。よっしゃ、2枚割った。あざっす。一発目から奪われました。コンプは近い。あとはね、問題はシークレットなんだよな、絶対に。シークレットがそう簡単には来てくれないと思うから。え、でもこんだけあるからさ、来てくれると思う。さっ、グレフナゴロ持ってるね。持ってる持ってる。いや、でも可愛いね、フナゴロ。さっと。うわ、よっちゃん。お決まりのよっちゃん。2枚目絶対よっちゃんだな、おい。頼むぜ。フレイムドラゴン。やった、持ってない。初初でフレイムドラゴン。うわ、マジか。フレイムドラゴン持って、うわ、ついにゲット。フォルムかっこいい。フレイムドラゴン見て、このフォルム強そうじゃない。兄弟なんだ、こいつ。あ、兄弟だったの、フレームドラゴンって。マジか。あ、そうか、兄弟のあの人形にあったもんね。そうだ、ラインナップされてたわ。船五郎派のスーパーサブ。す、お前サブ、いや、お前メインだろ、どう考えても。ドラゴンシーがギガ進化して、ギガ進化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 だと。めっちゃかっけえ。フレームドラゴンシーとなった。船五郎派の中で唯一メカ系ではない。あー、確かに船五郎のやつらみんなメカ系だもんね。ガッサー、ナシキチとかもそうだよね、確か。あれそうだったよね、ガッサー。うわ、これ高いぞ、絶対高いぞ。フレームドラゴン、これも500兆じゃね。あ、待って、意外超いかなかった。8000億。マジ、あいつよかねえ、安いじゃん。こいつ腐れたかったね。やっと、ついにフレームドラゴンゲットできたぞ、みんな。見てくれ、念願のフレームドラゴン。ありがとうございます。ちょっといいね、飛ばしてる飛ばしてる、いい感じで来てるから、コンプも夢ではなくなってきている。いくぜ。後でね、ドラゴンはチェックつけるわ。さ、ロドリゲス代理
ってない。やった、待って、卵の殻が出てきてる。カリベロみたいになってる。やった、代理形態ついてきた。待って待って、270番目の兄弟ね、ようやく固い殻を突き破ったロドリゲス、ロドリゲス。いや嬉しい、マジで嬉しい。だが用心深いのか、なかなか殻の外に出ようとしない遅咲きのエース候補に要注目。おお、代理形態こんなんだったんだ、楽しみだったんだね。まだ手足が出てるだけだね。最終形態がさ、第5弾か、第5弾にあるからゲットしたいな。第2形態やったー、嬉しい、ついに終わった、ありがとう。さて値段持って、あれ待って、これ持ってたっけな、ちょっと待って、チェックするわ。370万、盆栽持ってたような気がすんな。ちょっと待って、これあ、やっぱ持ってるわ、盆栽チェックついてるね、持ってる持ってる、これ持ってる気がしたんだよね。かわいいよね、頭から盆栽が頭から盆栽が出てる。ちょっと、お、デンジャラスベビーも持ってるね。これ2枚目だわ、2枚目。デンジャラスベビー。すごいよな、この武器。やばくね？飛ばしちゃってるよ、これ。哺乳瓶。わお、赤ちゃんっすわ。これが赤ちゃんの戦い方っすよ。哺乳瓶を飛ばす。ガラガラを。ガラガラ飛ばしてた。あ、ガラガラ持ってるだけだね。ガラガラ持ってるだけだった。よし、行くぜ。もうそのシークレット来てくれの儀式、裏からの表儀式頼むぜ。シークレット、シークレット、いつ出るのか、今でしょ、頼む。さっ、持ってね、むっつり、キモ、エリザベスみたいな顔してね、これエリザベス。おお、むっつり、すげえ、常にニヤニヤしてるらしい。めっちゃキモい、すげえキモいんだけどこいつ、何を考えてるのと尋ねても絶対に教えてくれないらしい。ナシオバハンも将来を心配している。あー、ちょっとこいつ行っちゃってる感じか、未来を見てんだな。漫画喫茶に出るんだって、意外になんか高そう。お、持ってない、ペアボーイ、マジか、960万。あ、これは頑張ったら買えるね、900。でもちょっとこいつは買いたくねえな。気持ち悪いわ、だってむっつり買いたくないけど嬉しい。来た来た、ベアボーイ。おお、なんかアメリカンな感じじゃない、アメリカンな、マジでこれかっこいいじゃん、イケメンじゃん。ストリートファッションをこよなく愛する、ぽっちゃりめのなし、船橋に憧れを抱いており、船橋グッズをネットショッピングしている。何こいつ。ネットショッピング、面白。あ、これ持ってない、うわすげえ、これコンプいけるぞ、みんないけるぞ、コンプいけるぞ。やべ、めっちゃ興奮してきた、ごめん、むせた、めっちゃ興奮してきてむせた、ついにコンプ。わあ、面白い、ボートブリッジ74、これはいいデザインじゃん。コーラ飲んでるのがいいよね、コーラ飲んで、このハンバーガー、ここにピザあったらもうアメリカンじゃん、アメリカン。これ高そうだね。あ、そんなでもないわ、1560万だ。ほう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 。で、これも熱い。タイなし型直近ロボ。わー、すげえ。なんかボルム武器、すごくね。なんか怖いよね。これ夜の道端であったらちょっと怖いかもしんない。ちょっと、あ、まあ最初はビビるけど、あ、てめえやんのかってすぐね。あ、てめえやんのかってめえ。なるけど、この武器怖くね。これ。これちょっと持ってたら、あ、すいませんってなるかも。これなかったらな、いけっけどな。クナゴロガの、ヘアスタイリスト、ヘアスタイリストなんだ。情熱的な高枝切りバサミ使いで定評がある。これで髪切んの、髪っていうかこいつら髪ないよね。あ、あれか、グリーンのところヘタっつうの、これ、これ切んのかな、面白。アートな技術力で植木業界から注目されている、ミステリーサークルの中心に出るんだって。おお、何こいつ、めちゃめちゃかっけえじゃないか、高そう。321億円、あ、一生買えません、余裕で買えません。ちょっとチェックつけてくるわ。いい感じ、いい感じ来てるよ、これコンプいける。ちょっと待って、チンタロ、次来たしかない、チンタロ、もうそろ来たしよね、チンタロウ、チンタロウ、チンタロ打ったらチンタロを頼むぜ、チンタロ来い、チンタロ、仁義なし兄弟喧嘩編だし、チンタロウだし、来てくれだし頼むぜ、チンタロ、チンタロ、よっちゃん、安定のよっちゃん率すごいな、よっちゃんめちゃめちゃ来る。まあ、でも可愛いよね、よっちゃんね。さっと次は、ふなしち変わったな、
まあ次が重要だからね。初持ってない、ずっとこれ欲しかった。フレーム船ジュース、うわやったぜ。グレタ船五郎を構成させるべく気持ちがあったかくなるという炎の剣を振りかざすナッシー。フナッシーごめん、フナッシーね。兄弟喧嘩の行方はいかに。おお、めっちゃかっけえ勇者って感じじゃないこれ。炎の勇者、あもう勇者って書いてるね。ごめん勇者って書いてるわ。隊長素晴らしい、本人フレームフナジュース、うわーやべえ、ついに来た、嬉しい。ドラゴンも来たしね。ちょっと並べ、待ってこれ並べたら半端ないことになるらしい。すげえめっちゃかっこいい。これ今日もう大勝利だわ、絶対コンプいけるわ。グレタ船五郎を構成させるべく気持ちがあったかくなるというあったかいんだからみたいな感じかな。これ炎の剣を振りかざすフナッシー、兄弟喧嘩の行方はいかに。うわーかっちょい、これ絶対高いっしょこれ。やばいやばい、一生かね206兆円、これ無理ゲーやったー、フレームフナレース来たー。ちょっと待って、すげえ調子いい、マジで。これチンタロっしょ、もうそろチンタロ頼むぜ、チョキリ。よし、あとシークレットもさ、もうそろ来てほしいよね。さっと氷お前かお前調子に乗ってんな。よし行くぜ、持ってないの来い、よっちゃんよっちゃんよっちゃんすげえ来る何この安定のよっちゃん率、あんばれ。あ持ってない、やった梨形お手伝いロボ、これ持ってないよ。何番だろう、梨形お手伝いロボは絶対に持ってない、これだ32番、ドラゴンの下じゃん。おお、目玉焼きを作りつつ、ティーかな、コーヒーかなを持ってこっちで返すのかな、で掃除機で掃除。すげえなこいつ。真ん中はこれ洗濯してんだよね多分、違うかな、カメラかな、カメラ、いやでも洗濯でよねおそらくこんなでかいカメラじゃないと思うから、多分ねあれ洗濯だよね。船五郎派の清掃担当、あ清掃担当ね、掃除や洗濯料理といった家事が大得意でみんなに重宝されている。エネルギーは梨汁と電気のハイブリッド。おー梨汁と電気で動くんだこいつ、やったー。持ってないときてこれね、意外にこういうの高いよねきっと。あでもねそうでもないかも、まあ高いけど17億、うわー素晴らしい。これねまかり間違って大金持ちになったら買えるレベルじゃないこれ、17億。いやでもそれ、あまあそんなこと言うんだったら蝶もさ買えるかもしんないもんね、もしかしたらね。わかんねえよ、何か一発当ててさ。いやそれでも206兆とかそのレベルはきついよな、さすがに。そして珍太郎である、おおくそ違うね珍太郎、待ってなんか今までに見ない感じのデザインの待ってちょっと待って、これさトゥントゥルンって声見えちゃった、見えちゃって声で見えてスルーはできなかった、このワクワク、ごめんさ、第二形態からのこれシークレットじゃん、真実のメッシー、これシークレットだよね絶対に、だってないもん、待って、おーやったやった、シークレット来たよみんな、俺やったぞ。あ、今回温めるやつじゃないのかも、真実のこれないもんね。ありがとうございます、大狂気拍手大狂気拍手、よっしゃシークレット、真実の名刺、何これ、カメムシかなこれ、カメムシだよね、あ違うこれ、え何これどういうこと、すげえ面白い、うわすげえ面白いやったぜグレタ船五郎、あ待って、正体がカメムシってことこれ、船五郎はグレタのではない、なんとカメムシが船五郎に化けていたのだ、本物の船五郎はカメムシ以上に、うわー今頃つながっただから今の第5弾でカメムシ以上に囚われてる船五郎なんだ、そうかやっとあの理解できた、そうかそうか、そういうこと、あのグレてんのはこれ船五郎じゃないんだね、カメムシが変身してるの化けてんだ、ほらカメムシドロンと、ほらグレたと見せかけて、あーつながった、楽しい、これだよ
この、いやー、この楽しみ。これが楽しいんだよね、やめらんで。これめっちゃ高い。うお、高いけどね。206兆までは行ってない。100兆円。うわー、やったー、みんなやったぞー。よかった、これでコンビいける。絶対にいける。間違いない。あざす、だってまだこんなにあるんだぜ。あと10パック以上あるよ。余裕でコンプしよう。あ、あるよね。待って待って。重なってて見えないんだけど。うわぁ。これさ、チンタラコだったらどうする？いや、あるからね、俺マジで。そういうの。ロードリゲス。第二形態。欲しい欲しいとさ、言ってた時全然来ないのに、もうバンバン来るわ。さ、あ、やった！ 1 番だ、これ。1番。絶対1番。これ。持ってない、持ってない。埋まったー！埋まったぞー！本人。ね、ヒッチハイカー。一度でいいから兄弟全員集合したいと船五郎を連れ兄弟探しの旅に出たクラッシー。お金はないのでヒッチハイクで出発のシュー。やったー、埋まったぜ。じゃあさ、来た、ついに上様が、上様、梨の信長、102番目の兄弟。うわー、これも欲しかったやつ、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、旅人の値段見ようぜ。はいはいはい。まあ、こんな感じね。きたー、かっちょいい。これデザイン大好きなんだよね。鎧着てる。イケメン。ヒゲもいいよね。かっこいい。上様ふなしがの司令塔。司令塔なんだこいつ。ペットのホトちゃんとはいつも一緒。泣かぬなら、殺してしまえ。ホトトギス。なんか怖いね。だから顔死んでるもんね。いつ殺されるか、わからないホト。殺されるかわからないほどって、かわいい。やった、好きな言葉は、あ、書いてあるわ。泣かぬなら、飼ってみるなし、ほとどきする決まり。あ、殺して、まあ、殺せじゃないんだね。違うんだね。殺してみせよ。違う違う。さ、あ、10億高い。ちょっと高いね。うん、俺ちょっとね、この鎧の値段が高いと踏んだな。うん、呪いを脱いだらこんなに高いはないんじゃないかな。信長、上様。やったー、来たー、埋まったぞ、どんどん埋まる。これは、絶対にコンプいける。でもなんか、チンタロウがさ、来ないからちょっと怖いんだけど、チンタロウ頼むぜ。チョキリ、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 頼むぜ。チンタロウ、チンタロウ、チンチンチン。あ、持ってるね。ふわっしー持ってるわ。ふわっしーはね、持ってる持ってる。まあまあ、大丈夫大丈夫。さっ！うわー、お前すげえ荒ぶってる。だから、代理形態と、よっちゃんがすげえ荒ぶってるの、シュー！あー！全部かぶった、怖い。やばいぞ、やばいぞ、お前ら。これ、やばいぞ、焦ってるぞ。チンタロウが、ちょっと来ないから焦ってるぞ、俺。諦めないで、諦めないで。いつ出るのか、チンタロウ。今でしょ。頼むぞ、ほんと来て、お願い。やばいなー、でもね、あるんだよね。さ、来ないっていう、欲しいのが来なくてコンプできないっていうパターン、結構、今までにあったからなー。さっ、あー、水を絞ってる。やばい、やばい。超焦ってるし、うわー、船キラも持ってる。香り出したらしい、どうする、やばいぞ、これはやばいぞ。焦ってきた、ちょっと深呼吸なし、落ち着くなし、大丈夫大丈夫、自分を信じろ、自分を信じろ。今日ブロリー降臨してから、スーパーサイジン4のブロリー、セリパー、バイオレット大佐来てるから絶対大丈夫。よし、シークレットも来たしね。シークレット、まあシークレットで運を使い果たしたっていうこともあるなしが、おお、いけなし持ってる、なにこいつ、イケメンじゃねえか、超イケメン。10番目の兄弟、梨妖精界で一番かっこいい梨と自分で信じ込んでいる梨、涼しげな根元と上品な口元がチャームポイント梨、読者モデル、読者モデル梨もこなす、何これどういうこと、読者モデル梨もこなす、読者モデル梨もこなすんだって。でもなんか顔だけ綺麗だからアンバランスな感じじゃない、気持ち悪い。逆に気持ち悪いな。船キラの方がイケメンじゃないか、ほら。なあ、あとペアボーイ。ペアボーイどうだったっけ、これ。ペアボーイ。なあ、ちょっとぽっちゃりしてっけど。太ったガキ。いいね。さ、あー、もうモザッシー持ってるね。9999。よし。モザッシーは持ってるし。ナミッシー。来た、持ってない。やった !33! 埋まった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 ぞ、イエス、いやー、マジで嬉しいな、これ。上空2740メートルにいるんだって。
出没地へ。船五郎派の広報担当兄弟たちが一体どこにいるのか、お腹のレーダーに全て映す超ハイテクな梨で、いつも空を、徘徊じゃねえや、なんて書いてる、旋回か、旋回してる、ごめんね、カメラ越しだとね字がちっちゃくてね見えない、たまに読み間違えちゃうかも、ごめんね、そこはさ、まあスルーしてごめんごめん、そこはスルーしてね。で、値段が、うわ高え、値段すげえ高えぞ、おい9876、なんだろうな、クヤナム、クヤナム、なんだ、ちょっと待って、みんなわかる、クヤナム9876、なんか意味がねあると思うんだけど、ちょっと今思いつかねえわ、編集してる時思いついたらあの下に書いとくいや思いつかないかもしんない全く今考えれなかった、で、あの出てこなかった、やっぱこういうのってさパッと出てこなかったらわかんねえじゃん、だからきついんだよな、ちんたろ、いやー裏返し持ってるよ、持ってる持ってる、余裕で持ってるよ裏返し、よし、あれ持ってるよね、あ持ってる持ってる、絶対持ってる、あの間違ってたらごめん、あ6つりか、でも持ってると思う、6つりも持ってるね、さっき出たカフー出してきた、ラーメンマン、ラーメンマンも持ってるね、やばいらしい、あちょっと今までのあれを整理しようか、ちょ待って、あとはね8種、8種類で全種コンプ、いやーきついかなー、でもまだたくさんあるから可能性はあるよね、頼む今日でコンプしたい、お願いしますお願いします、シークレット来たんだから、ここで止まっちゃダメ、止まっちゃダメだよ、さっくそカツオ節か、持ってるな、お願いします、こっからが辛い戦いなんだよね、池田氏か、やっぱ一回切らすと来るね、さっ武士か、わあ持ってるわ武士、やばい、どうしよう、せめてさこことここ埋めたいよね、コンプ無理でも船五郎と船らマロッシー埋めたいな、で涼し、あ待って涼し持ってない、あ持ってないか、涼しね、で村長ロボ五郎、あジェットシーガッサガッサ持ってるね、チンタロウ、うわチンタロウ、あの野郎はチンタロウか、やっぱ穴は大穴チンタロウ、あいつか、チンチンチン、頼む来てくれ、チンチンチン、あいチンチンチン、よっちゃんよっちゃん、もういいよよっちゃん、もういいよよっちゃん、よっちゃんそんな俺好きなの、よっちゃんもういいよ、あーイケメン、イケメンももういいよ、お願いしますよ、すずしやった、ありがとうございます、よかったよかったよかった、まだいけるまだいけるよ、よしすずしゲット、ありがとうございます、すずし来た、これは嬉しい、しかもさすげえびっくりするのが兄弟なんだよねこいつ139番目の兄弟、船五郎派のセラピスト、セラピストってところがまた面白いよね、怒って熱くなってる人を物理的に冷やしてクールダウンさせると、冷静沈着、ま、待って待って、沈着冷静で兄弟からの信頼は厚いと、冷静沈着まあどっちもいいけど、沈着冷静で兄弟からの信頼は厚いと、おおやったきた、これ高いだろうな、やっぱめっちゃ高いわ、見て888888、素晴らしい素晴らしいよ、あと何パック、1、2、3、4、5パック、3個15か、よしまだいけるまだいけるまだいけるよ、諦めないで、私諦めないで、私諦めないで、いきますよ、景色景色らしい、あ頼む、あもう手汗がやばい、でもいいや、もうもういいや、さくそーやばいやばいやばい、心臓が痛い、頼むコンプしたいんだ今日で、お願いお願い、さうわハロドリゲスかってめ、調子に乗ってやがるな、うおー涼しい、こんなことってあるやばい、ちょっと待って、1、2、3、4パック、資産12でしょ、12で、あー船五郎来ない、1、2、3で4、5、6、7、うやきつい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 、やばい、みんなごめんコンプできないかもしんない、いや俺は行く俺は行く、無限の体に行くぜ、バイオレット大佐の暴飲、うわー船が来た、マジか、やったやった、さすがバイオレット大佐、素晴らしい、バイオレット大佐の暴飲じゃねえか、船だ、何こいつ、他のみんなは桃の妖精だと思っているが、ふなっしーだけは怪しいと思っている人物いやでも桃じゃねえのこれ、一体その正体は何なのか、謎が謎を呼ぶ、おお、ふなら、でも桃っぽいけどね、何これ、
疑惑の妖精って書いてある。疑惑の妖精なんだろうこれ。後々正体とかわかるのかな。楽しみだし。うわ、池田氏なんでお前こんな来んだよ。安っ、クソ安いわこいつ。疑惑があるからかな。さあ、よしよし、もうここまで来たらね、一枚一枚が重い。一枚一枚のなんだろう価値重いね。うわ、ずっと来るわ、心臓。あの、花火見てたらさ、ドンって来るじゃん、あの振動。そんな感じ。すげえ、ロボーすが、わかりにくくてごめんね。ロボーの3号機。え、かわいい、これゾウさん？ゾウさんフォルム。すげえ、船頃すごいね。船頃かわいいな。船頃が作った3体目のロボ。昔、チェンマイに行った時に見たゾウが忘れられず作った。でもやっぱり、あ、ごめん。でも、やっぱりか。でもやっぱり、ダンボール製。ダンボールには見えないよね。毎回、そう思うけど。すげえ、船頃。お前、この才能をもっと活かしたら、やばいことになるんじゃないか。ロボゴロ3号機。ありがとう。これ高いだろうな。ダンボールだけど、めっちゃ高い。64兆円。これは買えないっすわ。よしよしよし、ちょっとチェッキングし、まずはさ、フナラ来たじゃん。よかった、来たぞフナラ。フナラ来て、あとマロが来てくれたら最高なんだけどな。フナゴロウが来ない。あ、待って、俺フナゴロウゲットしてたかな。いや、してないか。フナゴロウは持ってないわ。やっぱね、普通のフナゴロウ持ってないわ。マジか。フナゴロウゲットしなきゃ。よし、次フナゴロウとチンタロウ来い。うわー、3パックか。きついぞマジできついぞ。ちょっと待ってね、ちょっと待って、コップ無理かもしんない。さっ、くそー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、お願いします、お願いします、お願い、さっ、おやっち、おやっち、ちょっと待って、可愛いけど持ってんだ、くそー、俺ほんとこいつのフォルム大好き。超可愛いらしい。ちょっと待てよ、これさ、かなり追い詰められてるよね。あとさ、船五郎に、マロッシーに、村長、ジェットシー、チンタロ、ゴシじゃん。あと5枚じゃん。で、2パック。うわ、絶対無理じゃん、これもう。くそ絶対無理だよ。だって、あの、レアなんてさ、1パックに、ね、1枚でしょ。だから村長とジェットシーとチンタロが同じやつに出ることはないから、3パックないとダメなのよ。この時点で、コンプでき、くそ、みんなごめん、マジごめん、この不甲斐ない結果、ほんとにごめん、くそ、お店で見つけて、あるだけ買って、で、で、また探しに行ってさ、ちょっと足りないなと思って、また探しに行って、また見つけて、大量に買ってきて、やったのにコンプできなかった。もう売ってないんだもん、これ、読んだら売ってないんだもん。いや、いい、もういい、あ、せめてさ、チンタロゲットしようよ、チンタロ。チンタロちったろ、タロゼチの女子、ムカつくかな、お前。 F5 来て、 F5 お前か、もういいよ。さっ、くっそマジかよ、ここまでコンプできないもんか。もうない、これでラスト。みんなほんとすまんマジごめん。シークレット、何がさ、シークレット来たらコンプよな。全然シークレットが来ねえやつあるじゃねえか。ほんとごめん、ほんとマジごめん、ほんとごめん、甘く見てた、マジごめんな。もうダメだ、もう俺は、もうダメだ、こいつ腹立つな、顔腹立つ、池田氏腹立つ。さ、よっちゃん、よっちゃんで始まり、よっちゃんで終わる。プライスです、ありがとう、よっちゃん。さ、おし、まあでもいいよ、一番来た、持ってないの。マロッシーね、マロッシーは初だね。くそー、真ん中埋まったわ全部。見て、マロッシーで真ん中埋まったっつうか、船五郎来ねえ、マジかよ。船五郎コモンつうかノーマルなのに来なかった、マジかー。本当にごめんな、みんな、マジ悪かった、コンプできなかったわ。ファイルしてみんなに見せてあげようと思ったのに、全部1枚ずつさ、どんな感じか、クソ本当にごめんね。次回また見つけたら買ってくるから、全部でコンプ目指すわ。船五郎来なかった、でも真ん中埋まったね。うん、まあそれだけでもシークレットも来たし満足かな。村長、あとチンタロウ、ジェットシー、くそー、マジか。じゃあ最後にマロッシー読んで終わろうか。フナッシー派の、宴会部長、眉毛が丸くて短いせいか貴族っぽいところがある。
平安時代の貴族みたいな式神使えんのかなこいつ、陰陽師みたいな感じじゃない強そう、実はね強そう、安倍の生命的な、道満生命的な感じのさ、強い、なんだろう、持ってそうじゃない力を。わーお、かっけーな。まあ俺道満の方が好きだけどね、道満の方がね、なんか悪い、あ、やっぱ悪いじゃん、俺悪いやつ好きだから、道満の方がね、かっこいいよな。今日も、みやびな踊りで兄弟たちを盛り上げるマロシナシェイ。マロは満足じゃん。最後にマロがね来てくれただけで満足だよ、満足。ありがとうなマロシ。ということで今回の開封結果はこんな感じでしたと。マジでもうごめん、謝るわ、コンプできなかった。せっかくなファイルもさ準備してさ、みんなにこう一ページずつ思い出を語りながらさ見たかったのに、くそ本当に悔しいよマジ本気悔しいね。これ絶対コンプできると思ったのにな、マジですげえ悔しいわ。でもさ、シークレット来たから、うん、これ面白いな、それだけで満足しようかな。真実のメッシー、まさかカメムッシーだったとは知らなかった、楽しいな。くそー、じゃあ最後はさ、このシークレットバイバイで終わるわ。うん、絶対コンプするから俺頑張って、もうちょいだけ付き合って、ごめんな、もうちょいだけ付き合ってくれ、マジごめん、あと少しだから、あと少しのとこまで来たからさ、もうちょいだけ付き合って、絶対コンプするから。でファイルして並べてみんなで見ようぜ。よっしゃー、くそ悔しい、本気で悔しい、マジムカつくマジ悔しいな、シークレット来たらコンプだと思ったのにな。チンタロやっぱ来なかった、こいつ悔しい。じゃあチンタロとシークレットバイバイらっしゃい。お前クソ腹立つ顔してんな、クソムカつく。